全てのコスモを燃やし尽くし空に消えたシリウ。聖夜たちは友の死を乗り越え先へと進む。欧米球を守護するのは氷河の死ともいえる存在。そしてその優しさゆえ天秤球に落ちた氷河を氷の棺に封じ込めたアクエリアスのゴールドセイントカミユだった。水と氷の魔術師と称され、限りなく絶対零度に近い陶器を操るカミユ。今はただここまで来てしまった氷河を静かに見据えている。聖夜、シュン、先に行ってくれ。氷河、ここはカミユと俺だけにしてもらいたい。誰にも邪魔されたくない。たとえお前たちにもだ。氷河、私はな、いや、もはや何も言うまい。俺はあなたに数々のことを教えていただきました。とても礼の言葉では言い尽くせません。その礼を言葉ではなく、セイントとして行動で示します。あなたに授かった全てをぶつけて。よかろう。ならば私も全てをもってお前に応えよう。来い、氷河。前、白鳥よ、かかってくるがいい。ファイト。あなたから授かったもの全てをぶつけて。神、それはあなたを倒す。ならば私も全てをもってお前に答え、今度こそ確実に葬ってやろう。フリージングコフィン、ダイヤモンドダスト。氷河、天秤級でもその身をもって教えたはずだ。お前の陶器では私は倒せない。真の陶器である絶対零度を身につけていないお前に勝ち目はない。それだとオーロラさんだ。アタック。絶対零度とは何だ。答えろ氷河。絶対零度とは
物質の原子すべてが運動を失うなんとのこと。キングラスの攻撃だ。破壊の根本は原子を砕くことにあるが、氷の闘技の本質はその原子の動きを止めることに。ダイヤモンドダスト、絶対レードまで行かなくても。神オーロラサンダー、戦いまでは必ず闘気を高めてみせる。そしてあなたを倒す。クレイ引きやり、ダイヤモンドダストオーロラサンダーアタック、ダイヤモンドダストオーロラサンダーアタック、パーフェクトウィナー。クールに徹して敵を撃つ。増票がいくら集まってもセイントには無力。氷河よ、お前はあのまま氷の棺で眠っておくべきだったのだ。お前の闘気では私を倒すことなどできん。真の闘気というものをお前に教えてやる。完全なる敗北を悟り、再びこの闘気によって死すべし。氷河、オーロラエクスキューション。せめてお前の死にはもう一度氷の棺をくれてやる。このフリージングコフィンをな。今夜こそ安らかに眠るのだ、氷河よ。ほう。何？まさか。うちから氷の棺を砕くとは。フリージングコフィンを砕くには零下273度以下の陶器を必要とする。それはつまり絶対零度。まさか氷河は無意識のうちに絶対零度を。カミューよ、言ったはずだ。この氷河の闘気が絶対零度までいかなくても、あなたの位まで高めてみせると。そしてあなたを倒すと。
あなたから授かったものすべてをぶつけ、カミユ、あなたを倒す。私もすべてを持ってお前に答えてやる。はいと。突きあり。見事。ひょれは。それでも私を倒すことはできん。ゴールドクロスは絶対レイドでなければ凍結しない。血がゴールドクロスをまとっている以上、俺の凍結で私を倒すことはできんのだ。これがキングナスの凍結だ。神よ、あなたは俺に教えてくれました。一度戦いが始まったのなら、それだけ男なら途中で節を曲げることなく最後まで自分の立場で戦い抜くのだ。クールに徹するのだと。オーロラサンダー、あなたは無言のうちに強烈に語りかけてくれていた。オーロラサンダー、神、アタック。ダイヤモンド、これはダスト。ゴールドクロスが凍りついている。ヒョウガ、お前はこの神をもしのぐ絶対レードの陶器を身につけたというのか。だがお前にはその陶器を生かす決め技がないのだ。さあ今度こそ確実に放るってやるぞ。絶対レードの翼を受けてみろ。キグナス最大の剣、オーロラエクスキューション。凍りつけ。ウィナー、ありがとう我が士カミ。同票がいくら集まってもセイントには無力。私と互角に闘気を放ちながら、すでに意識を失っている。バカ、あれはオーロラエクスキューション。無駄だ。オーロラエクスキューションは闘気を無限大に発揮する。カミュ最大の技。一度や二度その身に受けたからといってやすやすと真似ることなどできん。私とオーロラエクスキューションを打ち合うつもりか。ならば受けろ、氷河。オーロラエクスキューションの神髄を。こんな季節に一平の雪。ああ、せいや。今、氷河のコスモが僕たちにさよならを。振り返るなよ、シュン。行こう。操御球はもう目の前だ。Thank you.
見事だ、氷河よ。この戦いの中、オーロラエクスキューションをその身に受けながら、自分の技に そして生死の境で絶対零度を身につけ、お前は死である。このカミユのコスモも遥かに超え、究極のコスモセブンセンシズに目覚めたのだ。まさしくお前はこのカミユのすべてを受け継いだ。できればその力をお前の信じる道に使わせてやりたかった。お前をこの先も生かしてやりたい。だがもはやこの神湯にもどうすることもできぬようだ。許せ、氷河。神湯、あなたは命を懸けて俺を絶対零度まで導いてくれたのですね。あなたから受けた数々のことは決して忘れない。ありがとう、我が子。そして、さようなら。